日本组合 Wings 刚在香港开完秀，这天一大早就穿着整齐西装现身，出席日本驻香港总领事颁授总领事表彰奖的仪式。同时 Wings 更获得香港 FBI 颁赠2014年度唱片销量大奖，令到三子十分开心。不过领奖仪式之后，三子就要赶回日本，你们不会很累吗？いやなんか今日すごく香港天気良くて、カーテンを開けながら 寝てたら太陽が起こしてくれました。早前 Wings 主唱菊庆泰传出他因声带撕裂且有出血状况导致无法唱歌，那这次来到香港开秀还好吗？そういう経験を経て、そういう経験をすることによってどんだけでも歌える喉を手にしました。明年就是 Wings 出道的15周年了，不知道会为歌迷带来点什么惊喜呢？そうですね、今本当に計画中なんですけど、また新しいアルバムを出してまた新しいツアーをやりたいなとはずっと思っているので、15周年とは言ってもこう10周年の時に、ね、振り返る自分たちの活動を振り返りながらパフォーマーライブをやったり感謝の気持ちを伝えたのが10周年だったので、今回の15周年は、前を向きながら皆さんに何か恩返しができたらなということで、新しい作品をまた届けたいなと思ってます。そうですね、ウィンズとしては EDM というものを3年前ぐらいからやってて、このタイムレスという、先ほど賞をいただいたタイムレスという作品から、レトロとモダンを融合させたサウンド、ちょっと 80s、80年代を彷彿させるようなサウンドで、またウィンズのダンスを織り交ぜながら新しいスタイルを作っていってるので、そこを中心に、またファンク、R&B、80年代のファンク&ソウルをテーマに新たな作品を作りたいなと思っています。日本组合 Wings 刚在香港开完秀，这天一大早就穿着整齐西装现身，出席日本驻香港总领事颁授总领事表彰奖的仪式。同时 Wings 更获得香港 FBI 颁赠2014年度唱片销量大奖，令到三子十分开心。不过领奖仪式之后，三子就要赶回日本，你们不会很累吗？いやなんか今日すごく香港天気良くて、カーテンを開けながら 寝てたら太陽が起こしてくれました。早前 Wings 主唱菊庆泰传出他因声带撕裂且有出血状况导致无法唱歌，那这次来到香港开秀还好吗？そういう経験を経て、そういう経験をすることによってどんだけでも歌える喉を手にしました。明年就是 Wings 出道的15周年了，不知道会为歌迷带来点什么惊喜呢？そうですね、今本当に計画中なんですけど、また新しいアルバムを出してまた新しいツアーをやりたいなとはずっと思っているので、15周年とは言ってもこう10周年の時に、ね、振り返る自分たちの活動を振り返りながらパフォーマーライブをやったり感謝の気持ちを伝えたのが10周年だったので、今回の15周年は、前を向きながら皆さんに何か恩返しができたらなということで、新しい作品をまた届けたいなと思ってます。そうですね、ウィンズとしては EDM というものを3年前ぐらいからやってて、このタイムレスという、先ほど賞をいただいたタイムレスという作品から、レトロとモダンを融合させたサウンド、ちょっと 80s、80年代を彷彿させるようなサウンドで、またウィンズのダンスを織り交ぜながら新しいスタイルを作っていってるので、そこを中心に、またファンク、R&B、80年代のファンク&ソウルをテーマに新たな作品を作りたいなと思っています。